ございます。ヒガです。石崎先生が令和新選組の看板を背負って比例区から出馬することになりました。これは令和新選組内縄サポーターズにとってこれ以上の喜びはありません。ぜひ国会で山川仁志とタッグを組んで日米地位協定の改定に奮闘していただきたいと切に願います。この日米地位協定、あまりにも不平等すぎます。沖縄では米兵による暴行事件、レイプ事件が多発をしています。しかし、この日米地位協定によって米兵は守られていることが多いんです。これってあまりにも不平等すぎます。タクシの村の隣は宜野湾市です。宜野湾市には普天間基地があります。普天間基地の南から北に向かってオスプレイが飛んでいきます。そして私の村に着くとなぜかオスプレイは右に曲がるんです。なぜか、その先にはキャンプホスターの基地があります。その基地の中に小中高、米兵の学校があるんです。アメリカから言わせれば、万が一オスプレイが米軍の小中高に落ちたら大変だ。それは避けたい。そこで右に曲がる。右に曲がるとどうなるかというと、私の母校である北中城小学校、中学校を通過し、私の家の上を通っていきます。これってあまりにも不平等すぎるんではないんでしょうか。アメリカの子供たちの命は大事。だからオスプレイはアメリカの小中高の上は飛ばない。だけど子供、沖縄の子供たちの命はどうってことない。落ちたから何だっていうのという気持ちなんでしょうか。右に曲がって私の母校である小学校中学校を飛んでいく。こんなあからさまな不平等ってないと思うんです。生命の尊重はアメリカの子供だろうが、沖縄の子供であろうが、同じはずなんです。それがそうでないのが沖縄であり、日米地位協定なんです。PFASの問題があります。私の友人が一生懸命PFASの問題に取り込み、基地の中に立ち入り調査をお願いしていますが、米軍は拒否をしています。そのために PFASの原因、被害の原因は明らかにはなっていません。しかし、明らかに PFASの問題の根源は米軍基地にあるのは明らかです。それを立ち入り調査させない米軍、立ち入り調査を拒否できる根拠がこの日米地位協定です。こんな日米地位協定、ぜひ変えていただきたい。そのためには沖縄の山川仁志、そして東京の伊勢崎さんがタッグを組んで国会で大暴れしていただきたいと思います。これから山川仁志の応援行ってきます。私はこの人を国会に送りたいと思ってます。私たち令和新選組、比例で立候補を決めてくれました伊勢崎健二、伊勢崎健二というものです。お願いします。
東京外語大学の名誉教授、はい、東ティモールで国連 PKO 暫定行政府の県知事を務めシエラレオネで武装解除を担い、そして内戦の終結に貢献と、アフガニスタンの武装解除までやった。もうこんな肩書き聞いたことある？ないない。この人を国会に送り込み、そして外交、これをこういう形でやっていくべきだということをぜひ国会の中で言わせていただきたい。では伊勢崎先生、私先生ってなかなか呼ばないんです。いやいや、国会の中で先生って言ってるのはおっさんの名前覚えられへんだけ。でもこの人は私にとっての先生。ぜひ皆さんお話を聞いてください。伊勢崎健二です。どうもあれなんですね、ちょっと感慨深いんですね。実は太郎さん、僕立川ここで生まれたんです。 ありがとうございます、はい、伊勢崎先生の生誕地で。で、あそこにシネマ通りってあるでしょ、あの辺でちょこちょこ遊んでたのが僕です。今からだから 僕今年で67ですから、67年前ですね。その時は皆さん覚えてらっしゃいますか、お年の召した方。立川は基地の町だったんです。この昭和大記念、なんだっけ、昭和記念大公園。これは全部、はい、米軍の基地でありました。米軍の基地でありました。で、僕はここで生まれて、でその後しばらくして砂川、あの砂川闘争のあった砂川です、砂川に引っ越して、高校まで砂川で暮らしました。だから基地の子供なんですけれども、なんて言うんでしょうね、この立川基地は返還され、で僕が教鞭を17年間取った府中にある東京外国語大学も、実はあそこは米軍の基地の跡地なんですね。でそれが返還された。でこう見ると東京から米軍の基地はどんどんなくなっていって、そして日本の米軍に対する依存度が、軍事的な依存度は軽減しているように見えますけれども、我々東京人にとっては違うんですよね。皆さんご存知のように基地は沖縄にいたわけですですね。で東京の我々は何かそういう印象を持ってるんですけど、皆さん忘れちゃいけないことが一つあります。空を見ましょう。はい、この東京の全部の空プラスこの空域は横田空域といいまして、東京の首都圏と周りの県も含めてこれは全部アメリカのものなんです。戦後ずっとそうなんです。アメリカのものなんですですね。いいですか、アメリカのものなんですよ。で僕がこれ自衛隊の先生ここやってますから、もう17年間同時にやってるんですけども、自衛隊機も日本の旅客機もアメリカに許可をもらって飛ばしていただいている。で東京オリンピックの時に少し帰ってきましたけども、この頃飛んでますでしょ旅客機がね。でも基本的に制空権、管制権はアメリカが持ってるわけです。アメリカの空なんです。まあ日本の国防はアメリカに依存してるから、まあしょうがないかなって皆さん思いますか？わからない。だって皆さん、いやそんなことないって言ったって皆さんずっとほっといてるわけですからな。で一つの事実を覚えておいてください。僕これでも学者ですから、アメリカは世界で一番軍事基地を置いている国です。海外にどのくらい持ってると思います？アメリカ 国外にある軍事基地750です。今中国の脅威って言ってますけど、中国は国外にどのくらいの基地持ってると思います？一つです。アメリカは世界で一番軍事基地を国外に置いている国なんです。2位の追従も許さないです ね。そこでアメリカが持っている地位協定で、アメリカが軍を置いているところにはその政府と必ず地位協定を結ぶ、ね、地位協定を国際比較しました。僕学者として120以上あるんです。実はその中の一つが日米地位協定なわけです。でとんでもないことが分かりました。日本だけ異常なんです。
日本だけ異常なんです。それはなぜかというと、日本だけアメリカに完全自由を許すのは日本だけなんです。他の国は、例えばフィリピンでも、僕がかつていたアフガニスタンでも、アフガニスタンなんか当時はアメリカが今日出てったら明日国が潰れるという状況ですよ。それだけ依存度が高い。それでもアメリカ軍は入れるけれども、活動できるけれども、すべてアフガニスタン政府、フィリピン政府で、 NATO は昔からドイツ、イタリア、すべての国において軍が、アメリカ軍がいますけれども、すべてアメリカの行動は許可制なんです。その国の許可制、わかります？許可制、許可制、つまり自由がないんです。自由がない。なぜかというと、国際関係ってのは一つの大きな根本の考え方で動いております。それは国連憲章にあります。国連憲章に個別的自衛権、つまり攻められたら反撃する権利、これは固有の権利として保障されているんです。で、日本でも憲法9条でも個別的自衛権は許すって皆さん思ってるでしょ。そのぐらいファンダメンタルな権利なわけであります。そういう国はもし例えばね、アメリカ軍が基地を持っていて、その国に、例えばドイツ、フィリピンに、まあ、日本がいいか、日本で、日本 で, でここを飛び立って、例えば隣国、アメリカの敵国に、敵国を攻撃するとするでしょ。そうするとその敵国にも反撃する権利が生まれるんです。いいですか？個別的自衛権、当たり前でしょ。でどこを攻撃すると思いますか？1万キロも離れたアメリカ本土ですか？ここでしょう。最初に被弾するのは。だからアメリカに勝手なことしてもらっちゃ困るんですという考え方が常識なんです。国際関係は自国の領土をちゃんと守るためにアメリカもいていいけれども、勝手なことができない。なぜかというと、最初に被害を被るのは我々だからという考え方です。これ非常にベーシックな考え方なんですよ。でこれを僕は自衛隊で教えてるんです。ですか、ね、だからなんて言うんでしょうね、国防はなんかわからないでしょう。なんかあの莫大なお金がつぎ込まれているけども、でも安心のためにいいねっていうので、ね、だけど問題はですね、やっぱりそれを考えないと、いわゆるあの安全保障のジレンマといって、例えばね、皆さんのお家鍵かけるでしょ。で強盗とかそういうのが、窃盗事件があったら鍵を増やそうと思いませんか？でまた起きたら、凶悪事件が起きたらもっと増やす。で鍵鍵鍵鍵ってやってて、いつの間にかその鍵の重さでドアが壊れちゃうこれを安全保障のジレンマと言います。多分日本は今そこに向かいつつある。っていうか、僕らがやってるってことは相手もやってるってことですから、相互にこれやってるんです。こんな無駄なことはないんです。ね、で話戻します。地位協定です。ちょっと真面目に考えましょう。これ身近な問題として、 PFAS 聞いたことあります？有機フッ素化合物、よく基地なんかで消火訓練の時に使うあの泡ですね。あそこに有害物質が含まれてるわけであります。だからアメリカでもアメリカ軍もこれやってますよ。実は自衛隊も使ってます、日本で、ね、で非常に規制されてるんです。だって危険だから、垂れ流しはできない。アメリカも非常に自分たちの基地で使ってる PFAS に関しては非常に非常に気を使ってます。ところがここで分かっちゃったわけです。これもアメリカのジャーナリストのがすっぱ抜いたことで我々が気づいた。アメリカのジャーナリストですよ、横田基地から流れている。で調べてみるといっぱいいっぱい流れてる、ね、さっきも言ったようにこれは PFAS、ね、使っているところってのはここだけじゃない、日本だけじゃない。じゃあしょうがないからってそうじゃなくて、他の国、例えばフィリピンでも当時のアフガニスタンでもイラクでも使ってましたよ。でもその国の政府がアメリカ軍の許可なく立ち入り検査できるんですよ。アメリカはそれを拒否する権利はありません。なぜかというと
彼らの国だから、僕らの国だから、日本はできないんです。これが日本はできない、立ち入り検査できないんです。これ他の国ではアメリカは拒否できないんです。これそこなんです問題は。これ話のついでに今日は互恵性という言葉をちょっと覚えて帰ってください。互恵性、互いに恵まれる性制度でですね、これは英語でレシプロシティと言います。よく外交特権っていう言葉聞きません、ね、外交特権、治外法権ですよね。あれは今アメリカの軍事基地を置くために一応アメリカの世界水準になっているんです。つまり例えばフィリピンにもアメリカ軍がいます。でもフィリピンがアメリカ本土に常駐するということも考えているんです。一応そして地位協定を結んでいる。そこに互恵性が普通にそれが備わっている。どういうことかというと、例えばフィリピンがアメリカに常駐して常駐するとするでしょ、事故を起こすでしょ、いろんな問題を起こすでしょ。でアメリカは絶対フィリピンに自由はさせませんよね。絶対にあの国ですからさせないでしょ、アメリカは、アメリカ本土で他国の軍に。だからこそアメリカはその国でアメリカ軍に勝手なことができなくなる。これを法的な対等性と言います。これが今アメリカ自身の、アメリカ自身の水準なんです。すべての日本以外の地域協定はこの原則で運営されております。例外がここです。例外がここだけなんです。 PFAS の問題、やっと東京都民が目覚める時が来たと僕は思いました。そこにいる東京新聞の彼も頑張っているから報道してくれました。やっと東京都民が、まあ、沖縄の人たちはずっと目覚めてるんですよ、この問題に。やっと東京都民が目覚めると思った。でも政治政党も、自民党はしょうがないかな、でも他の野党もこの問題についてやってくれないです。僕10年前からこれを絶対訴え続け、勉強会を続け、超党派の勉強会もずっと運営してたんです。これ野党が参加してくれない。唯一参加してくれたのが彼で、ついでに言うとその勉強会に参加してくれたのが、はい、石破さんと中谷元さんだったんです。でこれは問題だね。本当の同盟関係っていうのは互恵性、つまり法的な対等性になって、初めて、ね、我々が本当にアメリカと友達なんだって言えるんじゃないか、そういう問題意識なんですよ。でもそれは彼らが党内野党だった時です。今彼らが権力になっちゃったからできると思います？党内野党の時に主張してたことを権力握ったからってできるような党だったら、自民党が、日本はこんなに悪くなってないはずです。じゃあ野党か、はい、申し訳ない、僕10年間やってきたんですけどダメです。野党も含めて一度ガラガラポンするしかありません。この日本しかない異常事態、僕らはもうなんかそれが当たり前になってもう何とも思わないかもしれないけど、 One day will come です。なんか起きます。おかしくなってきました。ウクライナを見てください。起きてしまいました。アメリカの仮想敵国の目の前にいる国、ウクライナでしょ、我々もそうじゃないですか。アメリカの仮想敵国の目の前にいる国、現実になりました。だから戦争は本当に近いです。これそうなる前にこの異常さを取り払いましょう。そしてアメリカに対して自らの足でね、本当はアメリカ出てけって言いたいんですよ。外国軍がいることは異常事態なんですだからその異常事態を収めるために地位協定があるんです。地位協定の意味ってのはそうなんです。外国軍はいちゃいけないんです。でも米軍基地反対、アメリカ出てけ、はい、何年かかるでしょう。その前に他の国がしているように
アメリカの自由をなくす、アメリカの自由をなくす、そこから始めませんか。これを実現するために、で立川で生まれた僕として令和に入ることを決めました。よろしくお願いいたします。どうも。ありがとうございます令和新選組の比例東京ブロックから立候補してくれています伊勢崎健二と申します。東京外国大学の大学院名誉教授、何よりも日本政府の特別代表としてアフガニスタンの武装解除を担当された方でございます。そんなものが国会議員にいるかしたらいません。つまり何か、安全保障とは何か、ね、国防とは何かということに関してこの方以上のプロフェッショナルは国会にはいないんですよ。それを考えたときに、今きな臭くなっている状況の中でこの人ほど今国会に必要な人はいないってことですね。絶対に皆さん連れて行ってください。伊勢崎健二を国会に。どうも。名前は書かないでください。ピンク色の投票用紙比例に令和、ひらがな3文字で令和と書いていただきたいんです。名前は書いちゃダメなんです。比例には、グループ名ですからね。ピンク色の、投票用紙に令和とお書きください。よろしくお願いします。ありがとうございます。